どうも。さあ、今日はですね、久しぶりの芥川賞受賞作の作品紹介の方に行きたいと思います。ちょっとね、ここのところ、M1 の2回戦などがあってちょっとバタバタしていたので、こちらの方が取れなかったんですけれども、今日はね、行きたいと思います。はい。さあ、というわけで今日ご紹介するのはですね、こちら、川上博美さんのですね、蛇を踏むでございます。はい。第115回のですね、芥川賞受賞作、1996年ですね。はい。とても不思議なお話です、このお話は。はい。変形胆という種類らしいんですけれども、ギリシャ神話とかですね、ローマ神話の頃からあるお話で、まあ形を変えるっていう、まあ変身するっていうものですね。はい。で、ストーリーを紹介したいと思いますけれども、まずですね、緑公園という公園があるんですけれども、緑公園に行く途中の藪の中で蛇を踏んでしまったというとこから始まるんですね。主人公の私、真田さんというんですけれども、が、蛇を踏んでしまうとこから始まるんですね。で、真田さん、私はですね、数珠屋、ね、数珠を作っているカナカナ堂というところに勤めていると。で、その前は何をしてたかというと、理科の教師をしてたんですね。で、このカナカナ堂の店主は、小菅さんです。で、小菅さん夫妻です。はい。で、小菅さんが店主。で、奥さんの西子さんが、数珠を作っている、数珠作りを担当しているという、夫妻が、営んでるんですね。はい。で、この二人、小菅さんと西子さんはですね、駆け落ちをしてるんですね。実は西子さんは前に旦那さん、他に旦那さんがいたんですけれども、まあ、その旦那さんがもう家を留守にするようなダメ男やって、前からその西子さんのことをよく思っていた、小菅さんと二人で駆け落ちをして、で、このカナカナ堂という数珠屋を営んでいるという、まず背景があるんですね。はい。でですね、とってもこれ不思議な話で、最初からちょっとこう引っかかるとこだらけなんですけれども、まず蛇を踏んだってさっき言いましたけれども、蛇を踏んだらですね、踏まれた蛇がですね、踏まれたらおしまいですねって言うんですね。もう、まあ、疑問に思わないでください。え？蛇が言ったのとか、もう疑問に思わないでください。もう考えたら負けです。はい。最初からいきなりですね、もう、ん？っていうクエスチョンマークの連発なんですけれども、そこは我慢してグッと入っていってほしいなと。まず踏まれた蛇が、踏まれたらおしまいですねって言うんですね。で、行ってからですね、蛇は50歳ぐらいの女の人になって、そのままどっか行くんですね。まずそれがもう不思議でしょ。もう あんまり突っ込まないでください。まだ突っ込まないで、でですね、蛇を踏んでしまったことを小菅さんに言うんですね。蛇を踏んでしまいました。小菅さんが、あれ、じゃあその蛇それからどうしたの。いや、それから歩いて行ってしまいました。どこに。さあっていうやり取りするんですね。もうこのやり取りもおかしいですよね。蛇を踏んで、その蛇が歩いて行った、まず歩いて行くわけないんですからね。歩いて行ったっていうことに対して、いや歩いててなんやねんって言わずに、どこにって聞く。で、さあと返す。もうね、まずこの蛇というものの捉え方が違う世界なんです。もう異世界のようでしょ、まるでね。はい。でですね、そんな話をしていたらですね、数珠屋に出入りする住職がですね、最近蛇が多いな、蛇は化けるからなってちょっと意味深なことを言うんですね。はい。で、そのこの真田さん、主人公の真田はですね、家に帰るんですね。で、家に帰ると部屋が片付いていて、絨毯の中ほどにですね、50歳の女が、ほどの女が座ってるんですね。もう心わかるわけですね。ああ、さては蛇だなと思うんですね。もうここら辺全部受け入れるんですよね。下手したら読者ついていけないのに、もう中の人たちはどんどんその現状を受け入れていくんで、よくわからないんですけれども、まあ、さては蛇だなとその女の人を見て思うんですね。なら当たり前のようにその女は、お帰りって言うんですよ。なら私も負けじとただいまって当たり前のようにですね。で、ひわこちゃん、ひわこちゃんっていうんですよ。この、真田ひわこっていうんですね。ひわこちゃんの好きなつくね団子を煮たやつを作ったわよみたいな、
もうまるで前からいたかのように言うわけですよ。で、あのそうやってこうビールをこう飲んだりとかしてね、ああ美味しいわねとか言ってるわけですよ。でしばらくそのままこうやり過ごしてたんですけど、やっぱりこう言いたくなって、棚田さんはですね、いやあなた何ですかって言うんですよ。だいぶ経ってから言うんですよ。あなた何ですか、散々泳がしたけども、よう考えたらやっぱあなた何ですかって言うわけですね。なら、ああ私ひわこちゃんのお母さんよっていう、こう臆面もなく言うわけですよ。いやお母さんちゃうかな全然と思いながら、あのでもちょっと怖くなってですね、母は確か故郷の静岡で健在ですし、父親も健在やし弟2人もいると。でちょっと怖くなってですね、電話するんですね。もしもしお母さん、ああ何、出るわけです普通に。おお出る。お父さんは、お父さんいるわよ別に、な何変わる、あいやいやいや、え弟2人別に普通にいるわよ、何ら変わりなくいるわけです。ああごめんね、じゃあ分かりました、はいって言って切る。その電話をしてる間も女気にせず飯を食うてるわけです。ガーでもう酒飲んで自由気ままにやってるわけですよ。でもう寝るわって言って体を薄くして柱に張り付き、柱に絡まりながら天井に登って天井画のようになってから目をつむって動かなくなるんですね。あ動かなくなった、不思議な話でしょ、ついてきてますか。そういうことが起こるわけですよ。で、次の日ですね、小菅さんがね、蛇がもし来たら追い出しなさいよって言うわけですよ。で言われたその真田さんがえっていう顔をもう見て察してね、あもうおんのか、もう来てんねや家に、ダメか、 はい、どうしてもダメか、はいって言って、結局ねその蛇は居座り続けるんですね。真田さんは全てをなんか分かっているようでしょう。ここら辺も不思議なんですね。ずっとまだ不思議です。はい。で、2週間ぐらい経つんですね、そのまま。だから、ヘビ、おそらくヘビの、まあ、間違いなくヘビなんでしょうけど、の女が、真田さんの家に居座ってからもう2週間経った。で、小菅さんに、まだヘビいるのって、聞かれてですね、ああ、はい、います。そうか。いや実はうちにももう20年ぐらい前から蛇がいるんだって言われるんですね。でえ？いや追い出そうとするんやけども、追い出そうとしたらなんか親戚が怪我したりとか、なんか不幸があったりとかするからなかなか追い出されへんねん。で最近その蛇がな、もう死に際が近いねん、なんとなくそれは分かんねん。で人間の形をもうその保てなくなってきてんねやっていうわけです。ああそうなんですか。ところが、西子さんがその蛇の世話をしてるんですけれども、その西子さんは蛇を愛してるんですね。蛇の世界に行きたいとすら思っているというところなんですね。でこの話のね、肝だなと僕が思うシーンというかセリフというかがあってですね、それが41ページにあるんですけれども、これは僕はちょっとこの物語のもう核なんじゃないかなって思うんですけれども、これはあの西子さんが真田さんに言うセリフなんですけれども、私はねこれで案外人の好き嫌いが激しいの、真田さんそうは思わなかったでしょ、毎日森塩をして数珠を作ってそれで昔駆け落ちをした自分には関係ない人間だと思ってたでしょ、好きにもならず嫌いにもならずそれで毎日普通に過ごしてるつもりでいたでしょう、そういう毎日がいいんだと思っていたでしょう。私はね、好きになると随分好きになっちゃうのよ。小菅のことだって随分好きになったわ。でも小菅はあんまり私のことが好きじゃないのよね。好きが裏返って嫌いになって、また裏返って好きになって、あと3回ぐらい裏返ってそれで少し嫌いなのよね。でもそういう嫌いの中には好きがまだらにまぶされているから、小菅はすごく気分が悪いんだわ。だから寝てばっかりいるのよ。っていうね。これがね、まるで蛇のようでしょ。蛇を見たその、裏返って嫌いになって裏返って好きになってまだらにまぶされているからとかっていうのが蛇の模様のようにね
書かれてるんです、この文章が。でこれがおそらく、まあ、この物語の核なんじゃないかなと僕は勝手に思ってるんですけれども、うん、要はその、まあ、人間関係の不穏さですよねを書いてる作品なんじゃないのかなと。なのでその小菅さん夫妻は駆け落ちしたという設定になってるんじゃないかなというふうにちょっと僕は思うんですね。で、物語に戻りますけど、結局西子さんの蛇は死ぬんですね。で、西子さんはですね、もうそこからもう元気がなくなってしまってですね、しばらくはもうぼーっと置物のように全く動かなくなったりしてたんですけれども、蛇が体に巻きついてそのままもう置物のように動かなくなったりしてたんですけども、そのままもう病院行ったりとかして、で寝たきりになったりとかするんですね。で、そうしてる間もまあ小菅さんと真田さんはね、カナカナ堂で働いてるわけですけれども、小菅さんある日ふっと見たらですね、影が薄くなってるんです。影が薄い、大丈夫かしらこの人みたいな。逆にですね、そう思って小菅さんを見てたら、小菅さんから真田さん言われるわけですよ。真田さん、今日色が濃いねって言われるんですよ。逆に濃いの私みたいな。で、そんな困難してたらですね、住職が来るんですね、どうも。まあ、数珠屋さんなんで、住職、よく住職が出入りするんですね。で、住職が来て、いやー、蛇の女房はいいよって言うわけですよ。実はね、わしは蛇の女房をもらってるからね。蛇の女房はね、世話女房でいいよって言うわけですよ。そうなの、もうあなたはもう奥さんにもらってるのみたいな。だからですね、人間のその社会生活の中に蛇っていうのが当たり前のように入ってきているという世界観なんですよ、ここはね。どうやらそういう話なんですよ。で、そうこうしていたらですね、私のその真田さんの家にいる蛇がですね、突然私に襲いかかってくるんですね。なんで襲いかかってきたかというと、蛇の世界に来なさいっていうわけですよ。で、嫌だ、行きたくない、いいから来なさいと言って、ぐわーって揉み合いになるわけですよ。で、喧嘩するわけですよ。で、蛇の世界なんてないっていう日和子さんに対してですね、いや、いいから蛇の世界に来なさい、あったかくてとてもいい世界だからって言って、ぐわーって二人でもう喧嘩になるわけです。で、最後はですね、首を激しく締め合いながら二人でぐわーって、早く動くですね、揺れ動く部屋の中で二人が首をガーッと締め合ってるシーンで終わるんですね。なんでしょうこの不思議な話というね。ピンとこなければ一生ピンとこない、ずっとクエスチョンのまま終わるような話なんですけれども、まあ僕はこの蛇というのがある種のメタファーなんじゃないかなと、思っております。で、芥川賞の選考委員のですね、選評を見ますと、まあ、おおむねの方はですね、素晴らしい作品だと言ってるんですけど、中にはですね、反対派がいまして、石原慎太郎さんなんかは反対で、この蛇が何のメタファーなのか全くわからんぞと。何が言いたいかわからんと。こんな絵空ことにつきはバカげた話じゃないよって、石原慎太郎さんなんかは言ってるわけですね。そういう人がいても僕はおかしくないと思います。それぐらい、とても、奇怪な不思議なお話だなというふうに思いますけれども、まあ、僕の解釈としましては、まあ、日常実生活に神話的な要素を溶け込ませるっていうことのこの川上弘美さんはですね、技術に非常に長けています。うまいんですね。普通違和感がやっぱりある話でしょう。なんですけれども、読んでみたら分かると思いますけれども、そこにそんなに違和感を感じないんですね。話がスラスラと割と入ってくるっていう、これはやっぱりこの川上弘美さんの技術なんだろうというふうに思います。で、蛇がですね、蛇が何のメタファーであるかっていうのはですね、人それぞれの感じ方だと思います。例えば選評の、芥川賞の選評の河野太子さんはですね、自分自身の肉体から決して出ることのできない、まあ自分はそうですよね。自分って自分の体から出ることできないですよね。で、他人の感覚のようなものっていうのは分からないじゃないですか。他人は、一生感じれないでしょ。一生自分の意識が自分から出て他人を に入って他人から他人の感覚を味わうなんてことは一生ないわけじゃないですか。で、そういうその知りようのない他人の感覚のようなものを変身という裏返しの方法で描いているっていうふうに選評で言われてたんですね。で、僕はちょっと違くて、他人、まあ似たような感じなんですけど、まあ他人、自分じゃない人間に対する不気味さとか、わからなさとか、不穏さとか、
そういうもののメタファーとして蛇っていう最もそのなんていうんですか、人間があの計り知れない動物のような気がするんですよ、僕は。蛇っていうのはだってあんな棒一本みたいなやつですよ。あれがニュル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 動くっていう、その人間をやってる以上なかなかこう分からないようなあの生態ですよね。そういう蛇というものでを描くことによって、それは表現したんじゃないかなと。他人の分からなさっていうか、他人の不気味さ不穏さっていうものを、だって分かり合えないですからね。どんなにあの人何も思ってんねん、あの人の感覚で見た世界ってどんなんやろ、よしあの人の世界に入ってみようってできるわけじゃないですからね。自分の体から自分が出ることっていうのは一生ないわけで、そういう分からないもの、他人っていうものはすごく不穏で不気味なものだっていうのを蛇というものを使って例えたんじゃないかなというふうに私は思っております。というわけでいかがだったでしょうかね。読んでみてください。不思議な、とっても不思議な話です。川上博美さんの蛇を踏むを紹介させていただきました。というわけで今日は以上です。どうもありがとうございました。